YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。アウトドアファミリーでーす。はい、本日はですね、アウトドアファミリーが選ぶキャンプ場ベスト32018年をお送りいたします。はい、ということでね、早速いきたいと思います。まあ今年もいろいろね、キャンプ行きましたですよね。まあね、いろいろ行った中で、アウトドアファミリーが独断と偏見で選んだベスト3お届けしようと思います。それでは早速いきます。アウトドアファミリーが選ぶキャンプ場ベスト32018、第3位は、ブルーベン、山梨県にある道志の森キャンプ場です。はい、ということで、夏キャンプ、そう、初めての道志川キャンプ行ったんですけれども、まあキャンプの聖地とも言われている道志川、まあ、とにかく真夏の炎天下だったんですよ。真夏の炎天下なのに、まあ、川沿いのねサイトを選んだっていうこともあると思うんですけど、とにかく涼しかったです。ね、川の流れる音を聞きながらするキャンプ、まあ最高でしたですね。でね、ちょっと夜は舐めてました。日中木陰で川沿いだとものすごく涼しいんですよ。もう夜になると寒いです。でパパさん舐めてて、半袖半ズボンしか持ってかなかったんですよ。ごめんなさい、逆でした。これ半袖じゃありません、これ半ズボンでした。半ズボン半袖しか持ってかなくてですね、でかけるものもあの薄いね、コールマンのブランケットみたいな感じの大きいやつしか持ってかなかったんですよ。まあ夜は寒かったですね。ということで、夏のねキャンプ、これにはねもう最適だと思います。ただね、もしね、あの夏行かれることがあったら、ぜひ長袖長ズボンですね。でね、夜は涼しくなりますんで、ちゃんとしたね、あのシュラフとか、あの毛布とか、その辺を持っていった方がよろしいかと思います。どうでしたかね。楽しかったよ。すごい楽しかったね。で、あのヤマメのつかみ取りとかやったりして、楽しいよね。結構楽しかった。盛り上がってるね、家族でね。盛り上がった。なんかやっぱり初めての川キャンプだったし、どんなもんか分かんなかったから、すごい行く前もワクワクしたし、からも楽しかったし、だよね、サイトからさ下に降りれるじゃない、川に行って、あそこ降りられたんだよね。そう、あれがまたたまんなくてね、暑くなるとね、そこ行ってね、ちょっとね、水かけて、あの水がまた冷たいから、でそこでちょっとね、飲み物冷やしちゃったりとか、ビール冷やしちゃったりとかして、めっちゃ美味しかった。あれは良かったよね。焚き火をしたんだよね。そう、夜焚き火ができるの、肌寒くなるから、真夏で焚き火がしたくなるってね、なかなか千葉ちゃん、そういう風な気温にはならないよね、やっぱそれが、そう、それやっぱ道志川のいいところというか、うん、でもちょうどさ、行った時って人が多かったじゃない、うんうんうん、だけど、うん、川の流れの音で人の声がかき消されて、うん、そう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 、全然ね、気にならなかった。全然気にならなかったよね、うん、本当だよね、夜寝る時とかもね、うんうん、だからさっき言った通りにね、あの常にキャンプをやってる間は川のこのせせらぎというか、川の音を聞きながら、水の流れの音を聞きながらこうキャンプをするっていうのが、なんていうの、あれ、なんとかセラピーじゃないけど、なんかなんかそういうなんか心理欲っていうか、なんかなんか分かるよ、なんかね、そういう効果がありますよね。そう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 、だよね。あと虫も少なかったよね。虫少なかった。虫少なかったんだ。そう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 、虫少なかったよね。うん、ということで、まあ第3位は山梨県にある道志の森キャンプ場、まあ初めて行ったキャンプ場だったんですけどね、そちらの方をランクインさせていただきました。そして第2位は、ブルル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 ルカズサオートキャンプ場です。はい、ということで、まあ、ここのキャンプ場は、まあ、基本というか区画サイトなんですね。区画サイトで、まあ、一つずつこう区切られてるんですけれども、電源サイトと電源のないサイトとこう分かれてたりして、まあ、とにかく、まあ、何がいいか、まあね、キャンプ場が綺麗です。まあ、ゴミとか落ちてないし、その辺がすごく綺麗でね、あの施設、要は炊事場だったりとか、あとトイレでシャワー室、まあ、この辺がですね、やっぱり清掃が行き届いてて、この辺も清潔だっていうのがあります。あのパパさん、若干ね、あのキャンプやっててちょっと申し訳ないんですけど、潔癖なところがあるんですよね。若干なんですよ、若干なんです。
だからあの施設はまあまあ良かいいんだけれども、シャワー室行くともうカビだらけのこのカーテンがぶら下がっちゃってたりとか、まあ、キャンプなんでね、そんなこと気にするなよっていうのかもしれないけど、やっぱ現代人がキャンプやってるからやっぱりね、多分気になる方もいらっしゃる、うん、そういうことがね、カズサはないですね。もう本当に綺麗にシャワー室の掃除したりとか、いつも綺麗にしてるんで、まあ、この辺がね、まあ、何がいいかっていうと、まず施設が綺麗で快適にキャンプができる、まあ、これ重要だと思います。この辺がね、まず一つの、あの評価できる点だと思います。あとスタッフの方たちがね、すごく温かいというか、そうだね、ね、アットホームみたいな感じのところあるよね。そうそうそう、うん、だよね。で、うちらが行くときは当然日曜日 の、 あのチェックアウトされた後に行ったりとかするんで、要はサイトの空きが多いときに限ってなのかもしれないんですけれども、要は行くとですね、あの基本的に空いてるときは自分たちでサイトを選んでくださいって言ってくれるんで、これがまたいい。川が流れてて川の近くのところが好きな人もいるし、ね、水場とかが近くが好きな人もいるし、いろいろじゃないですか。そこが要はキャンパーの方で選ばせていただける。これはもう、繁忙期とかやっぱ混み合う時は多分当然無理だと思うんですけれども、我々が行く時はね、結構サイトに空きが多い時があるからだと思うんですけれども、この辺はねすごくいいことじゃないですかね。自分たちで好きなサイトを選ばせていただけるっていう、これはねまたねすごく評価できる点だと思います。あとどうですかね、あのママさんとゆかりんは、カズさんが気に入ったところというか、やっぱり、ご飯は食べるじゃん、で洗い物出るでしょ。そこね、その時に冬とか今の時期、やっぱり洗い物すると手冷たくなっちゃったりとか、油汚れ落ちないんだけど、お湯がちゃんと出るので、お湯が出るんだよね、あそこね。で、蛇口がこう2つこうね調節するところがあって、お湯だけ出すと結構な暑さのお湯が出るから、それでこう油もをね先にザーッと流してとか、そういうこともできたりとか、温かいじゃないんで厚めのお湯が出るんで、だからそれで水で調整できるとか、あれもすごくいいよね。うん、あとそうそうそうね、湧き水じゃないけど、そういうので、そう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 、あるから、それ飲めるんだよね。そうそうそう、飲めるんですよね。そうだから、そう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 ふもとっぱらです。はい、ということで、ふもとっぱらですね、もう我が家アウトドアファミリーのイベントでもう2回ですね開催させていただいております。1度目は恵んでくださいキャンプ、2度目は今年の5月、2018年の5月にやりましたアウトドアファミリーキャンプ in ふもとっぱら、この2回をですねイベントやらせていただきました。まあね、広大な敷地、まず、すごいね、うん、そして目の前に広がる富士山、まあね、毎回毎回富士山が望めるかっていうと、結構ねこう雲があったりして望めない時もあるんですけれども、だから結構バーンと見えた時のね、あの何、貴重な富士山、そう、あれだけでも気持ちがスカッとしますよね、富士山見ると、うん、そしてね、なんといってもスタッフの方たちがね、ここは素晴らしい対応していただけます。あのイベントをやった側のちょっと意見になってしまうんですけれども、ああですかこうですかっていうことを相談させていただいても、すごくね、あの丁寧に対応していただけたりとか、そういうことがねあったりとかで、まあうちいつもそうなんだけど、連休とかね土日にはあんまり行かないんで、まあ、ママさんとね2人で行ったりすることもあるんだけど、平日とかだと、まあ、とにかく広いから貼るところに困らなかったりとか、フリーサイトだからもう自分たちの好きなところに貼ったりとかできるし、っていうことだよね。そう、うん、ですごく広くても、うん、あのお手洗いが何箇所か、そうあるからね、そう仮設のやつだったりしてね、そう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 、そういうの困らないからね、うん、そうなんだよね。で、仮設のトイレとかでもね結構綺麗にされてるから、うん、その辺のねところも評価できるかなと思いますよね、うん。ということで、管理棟のところにはですね、アウトドアファミリーのステッカーも貼ってありますので、はい、はい、ぜひご覧になってみてください。あとですね、あの朝霧高原の道の駅というのがあるんですけれども、我が家そこ大好きでですね、今の時期ちょっと真冬なんでちょっといまいちかもしれないですけれども、ソフトクリーム、これがまあめちゃめちゃ美味しいんですよね。美味しい、あんだけクリーミーで美味しいのってなかなかないよね。
高原の道の駅のソフトクリームをおすすめさせていただきたいと思います、はい、あともう一つね、あそこお店なんていうお店なんだろうね、ちょっとごめんなさい、ここですはい、なんですけれども、はい、そこのね、食べたお餅、お餅が美味しかった、美味しかったね、え、うん、何気なく寄って食べたお餅、美味しかった、これがやっぱ美味しかったですね、はい、ということでね、やっぱり富士山のほら近くなんで結構まあ観光もできるし、そう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 、ちょっとした美味しいものもあったりとか、そういうものもあったりするんで、キャンプだけじゃなくて、うん、まあ、例えば富士五湖もあってね、うん、楽しんでいただいてもいいし、うん、そういう観光ができるという意味でも、はい、すごくおすすめできるかなというふうに思います。まあ、一回行ってみるとですね、ふもとっぱらは結構虜になっちゃう方いらっしゃるんじゃないですかね。もしですね、気になった方はぜひふもとっぱら行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、アウトドアファミリーが選ぶキャンプ場ベスト32018というものをですね、お伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。あ、ここ行ったことあるとかですね、あ、行ってみたかったんだよなっていうところありましたでしょうか。気になった方はぜひホームページなどでチェックしてみてください。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見ていいねと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの応援とチャンネル登録お願いします。アウトドアファミリーサブチャンネルとインスタやっております。下の概要欄から飛べますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。